ちは。作業療法士の荻野です。寒い時期というのはですね、首とか肩こりがですね、とても強く出てしまう時期なので、こういったですね、こりに悩んでいる方に向けてすぐに解消できるストレッチ方法というのをご紹介していきたいと思います。そして寒くなるとどうしてこんなにもこりや痛みがすぐ出てしまうのか、その説明も最初に行いますので、しっかりと原因をですね、確認して、そしてその原因を対処できるようになれば痛みというのは必ず引いてきますので、ということで今日はこのこりを解消するストレッチ、僕と一緒に行っていきましょう。このチャンネルではシニアの方がいつまでも健康であり続ける運動をどんどん紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さあ、それでは首・肩のこりをすっきりさせるストレッチ、僕と一緒にやってみましょう。ではどうして寒い時期はこんなにも首こり、肩こりが強く出てしまうのか、その話からしていきます。原因の一つ目というのはやはり寒さですね。寒いとですね、血管が収縮して熱を逃がさないようにしますので、血液がですね、巡りづらくなっちゃうんです。そうすると筋肉に栄養が行きづらくなると筋肉は硬くなりますし、老廃物などが溜まってですね、こう循環されて洗い流せなくなるので、痛みもですね、出やすくなっちゃうんですね。なので寒さから体温が奪われないためにですね、実は筋肉が硬くなりやすくなっちゃうんですね。そして他にはですね、皆さん寒くなるとこうやって肩がすくんじゃう、こういうふうにですね、肩が上がっちゃうと思います。実はこのように肩を上げる筋肉というのは僧帽筋といって、まさにですね、首とこの肩こりが起きる場所の筋肉なんです。なので首こり肩こりというのは実はこの僧帽筋の過緊張、硬くなってしまうことによって起こることがとっても多いんですね。なので例えば外をですね、歩いてて寒くてちょっとこう肩をすくめてしまうとか、家の中にじっとしていたとしても、ちょっと無意識に肩がクッと上がって寒さから身を守ろうと、こういうふうに肩が上がるだけでも痛み、肩こりが出てきてしまいます。ということでやはりですね、寒さから身を守る反応として血流が悪くなったり、肩が勝手に上がって僧帽筋がカチカチに硬くなりやすくなる、これが首こり肩こりが冬に起きやすい原因なんですね。なので今日はですね、この僧帽筋をしっかりとストレッチしてほぐすストレッチと、先ほど申し上げたように血流ですよね、血の巡りを良くして栄養がちゃんと届くように、そして老廃物を洗い流せるようにするような運動というのをご紹介していきたいと思います。では早速ですね、ストレッチを行っていきます。まず足をちょっと広めに開いていただいたら、手をですね、後ろで組んでいただいて、このように見えますかね、このように腕を外に引っ張りましょう。まずじゃあ右の腕を左にグッと引っ張ってください。そしたら一緒にですね、顔も左に傾けてみましょう。そうするとこの首の筋がぐーっと伸びてくると思いますので、この状態で10秒間ですね、しっかりと首の筋を伸ばしていきます。ではいきますよ、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。OK、 どうでしょう、首の筋が伸びた感じはありますでしょうか。そしたらもう一度右手をもう一回左の方にグッと引っ張っていただいて、そして今度はですね、左の足先をこう覗き込むように顔を下に下げてください。腕を左に引っ張りながら顔をグッと足先に向かって下げていくと、今度はですね、この後ろの方ですね、首の後ろの筋がグーッと伸びてくると思いますので、しっかりとこれで僧帽筋をストレッチしていきましょう。では顔を覗き込むようにぐーっと下を向いていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK。 では今度は反対ですね、左手を右に引っ張って頭もですね、右に倒しましょう。これでしっかり首の横の筋をまず伸ばしていきます。では10秒間いきますよ、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。これも結構突っ張ると思います。さあ、そしたら右足の先を覗き込むようにぐーっと頭を下に下げながら行っていきましょう。では腕も横に引っ張っていきます。ぐーっと下を覗き込むように、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK、 しっかり腕を引っ張りながら下を覗き込むと、首のちょっと後ろらへんの、筋が伸びたと思います。これが僧帽筋のストレッチになります。
はい、これでしっかりと僧帽筋をですねストレッチしたところで、今度は血流を上げていきましょう。僧帽筋は先ほど申し上げたように上にこうすくめるような動きですね。これが筋肉の働きなので、こういう動きですね、持ち上げてダランという動きを10回行って筋肉をしっかり働かせていきましょう。ではいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、OK。さあ、そしたらですね、最後に血流を上げて老廃物を洗い流すために肩に手を当てていただいて、大きく肩回しをして終わりましょう。ではですね、肘と肘がくっつくぐらい前、そして肘が背中の方にぐーっと寄るように後ろにと大きくしっかり動かしていきます。では10回行っていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト10。では最後反対回しいきましょう。ではいきます。1、2、3、大きく回しましょう。4、5、6、7、8、9、ラスト10と。はい、OK。はい、このようにですね、しっかりと首こり、肩こりが起きてしまう原因、僧帽筋というところをしっかりとストレッチして、そしてこのように体を動かして血流を良くして、筋肉にも栄養を届かせ、老廃物を洗い流し、こりをですね、解消していきましょう。寒くなってくると、本当に無意識にぐっと肩が上がって、ずっとこう、こりが、緊張が入ってしまって、それで硬くなっちゃうので、なるべくですね、普段からこう肩回しとかですね、肩を動かして血流を良くする、そういった習慣をつけていただくと、比較的肩こり、首こり、解消されていきますので、この冬、だんだん寒くなってきますから、体調を崩さないように、ぜひ、こういったストレッチを取り組んでいきましょう。はい、今日はですね、こういった形でストレッチを紹介させていただきました。他にもですね、全身を柔らかくして、血行を良くするような体操、ストレッチというのも紹介しております。僕の過去の動画で紹介しておりまして、この動画の一番最後にクリックできるようになっておりますので、もしご興味ある方いらっしゃいましたら動画の最後も確認してみてください。はい、それではですね、今日はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、お疲れ様でした。ここで2点ご紹介したいことがございます。フラミンゴの介護予防チャンネルの LINE スタンプを作成しました。もしよければですね、こちら概要欄の URL からチェックしていただくとご利用いただけますので、ご興味ある方はぜひご利用ください。そしてもう1点はですね、私の過去の動画でですね、短い時間でも体力アップをすることができる動画であったりとか、お家の中でもしっかりとストレッチをする動画をですね、投稿しておりますので、しっかりと運動したい方は過去の動画をぜひチェックしていただきたいと思います。動画の最後にもですね、おすすめの動画などを紹介しておりますので、そちらもご利用いただきたいと思います。はい、このように健康に役立つ運動方法をこれからもどんどんご紹介していきます。この動画がいいなと思っていただいたら、グッドボタンやこちらのチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わりましょう。皆様お疲れ様でした。